え最近この世界は仮想現実だという中二論をイーロン・マスクなど割と偉い人が提唱し出してますが、ひろきさんう思いますが、えー、私を作った別の人がいて、また今の人類が別の仮想使いを作ってのループ説です。えー、それを有名な人がちゃんとした場所でいちいち世界にいる理由がわかりません。これは何かの伏線ですかねと勝手にワクワクしています。えっ、ー、とですね、あの、有名人だったり有名な人ほど、あの、運で説明できない出来事に出会ってることが多いんですよ。 えっと、まあ、運ででき説明できないでいことって言い方をしたんですけど、あの、大体世の中ってその50%の割合でと、ま、あどっちになるかわからんよねってなるんですけど、例えばじゃあそのイーロンマスクみたいに、あの、世界トップ10の金持ちになれるかどうかっていうと、確率論でいくと、70億分の1以下なんですよ。要はその、まあ、ああの、 そのイーロン・マスクの人生で関わった年代でいくと多分そのまあ年上年下回せると140億人ぐらいがあのそのカバーされる人,その人間だと思うんですけどでその中にイーロン・マスクレベルの金持ちになった人って多分10人いないと思うんですよね。そうすると140億分の10の中に自分が入ってるよねって考えるとこれは何か運だけではない特殊なものが その自分にとっては影響したのではないかというふうに考える人が結構な割合でいるんですよ。であのなんか例えばじゃあ,あのナポレオンとかでその戦争になった時にあのバンバン銃撃たれてるんだけど死ぬかボケーっつって橋歩いてって弾当たんなかったって話があるんですよね。 で、ナポレオンすげえってなってみんなで「さすがナポレオン!」って言ってその後ナポレオンはそのなんか神に愛されてるんだみたいな感じであの結局そのフランスの,あのまあ,あのこう皇帝になってっていうのでうまくいったんですけどでそれって何なのかっていうと弾がナポレオンを避けたんじゃなくてあのそんな感じで死んだやついっぱいあるんですよ。 で、あのだいたいそんな感じで死ぬやついるんですけど、パトロフで銃撃ってる中、生き残るやつも。あの百人に十人ぐらいいるんですよ。で、百人に十人ぐらいで。生き残ったやつが、こいつは神に愛されてるっていう風になって、周りが勝手に評価し始めるんですよ。<laughs> そういうストーリーが作られるんですよね。 なので、その、たまたまその人が、なんか、その、神に愛されてるんじゃなくて、あの、ま、100人いたら一人ぐらい生き残るやついるよね、と。んで、生き残ったやつっていうのがいると、その、生き残ったからこの人はすごいんだっていうふうに、割と周りも持ち上げるみたいなのがあって、で、やっぱイーロン・マスクって、その、あの、すごく能力値も高いし、努力家なんですよ。あの、その、ま、ATHD 的なやつで、その、ものすごい過集中をする人らしいですけど、 で、割とその、大枠を外さないで、あの、やるべき努力をきちんとするっていうのをやる人で、で、あの、イーロンマスクがすげえ賢いなと思ったのが、あの、テスラっていう車を作ってる時に、その、まあ、設計の人って複数の人がいて、この話前にもしたかな。あの、まあ、例えばじゃあ車を作りますっていう時に、じゃあシャーシを作る人、エンジンを作る人、で、そのハンドルとか、じゃあそのバッテリーだったりって、いろんなこう作る人たちがいろんな設計をするんですけど、 で、じゃあエンジンを置くから、エンジンを置くための部分っていうのは強度が必要だから、じゃあ車誌の方はこれぐらい分厚くしてねあ、そのボディの方がね、車のボディはこれぐらい分厚くしてねとか、じゃあバッテリーここら辺置くから、ここのじゃあそのだからネジ穴とかは割とその重量で支えられても固定できるようにそれなりのネジ穴を置くしてとかっていうので、そのいろんな要望が入って言われた通りに、じゃあまあそう言われてるかそうするかっていうふうにのって作られてくるんですよ。で、これ普通当たり前なんですけど、で、あの、 車の底を厚くした方がいいっていうのを誰かが言い始めたんですよ。でね、えっと、もともとはバッテリー部門かなんかが言い出して、で、なんか仮にその、なんかあの、下で火事とかがあった時にバッテリーに熱がいってしまうと、バッテリー自体がその爆発してしまう可能性があるから、だからその車の底は厚い方がいいよね、みたいなのが、なんかもともとの理由としてあったらしいんですよ。 要は、あの、車の底って割とその、あの、なんかちょっと出っ張ってるところとかだと、あと、あの、アメリカだとあの、バンプっていう、こう、あの、なんか、ちょっとした、あの、こんもりしたところなんですけど、で、そこに映っちゃったりして、で、その摩擦だったりで熱が高まったりしてっていうのがあったりするんで、あの、なんか、ガリ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 って長時間になると、そこで熱が。 発生して熱くなってしまって、で、それがバッテリーが火ついたらまずいよね、みたいな話で多分始まったんだと思うんですけど、で、それを言われたボディ製造部門は、そこは熱くしなければならないっていうのを、まあ、最初はそうだったんですけど、それを信じて、そのままずっとモデルチェンジをしたとしても、ボディの底の鉄板は熱くしたままだったんですよ。で、イーロンマスクが、これなんで熱いのって突っ込んだんですよ。 要はその、元々はバッテリー部門が言われたんだけど、もう現時点のバッテリーはそこまでの耐熱が必要ない状態になってたんですよ。でもバッテリー部門って、だ、どといいバッテリー作るよとかで、じゃあ容量も小さくなるし、軽くなるし、その熱とかでも大丈夫なようにバッテリー作ってるんだけど、最初にこうしてほしいよねって言ったものが、そのボディの設計部門の、ボディを設計するための条件として残ってるっていうことをもう気づいてないんですよ。 っていう感じで、いろんなところにそのみんながみんなで寄ってたかって作るものって誰かが決めた条件があるんだけどこの条件が何て決まってるのかわからないっていうものが多いんですよね。 だから日本で言うと、あの、なんかブラック拘束みたいなやつで、なんかあの、女の子はなんかあの、そう、髪留めは黒でなきゃいけないとか、なんか靴下の色はあの、白でなきゃいけなくて、白か黒じゃなきゃいけなくて、灰色はダメであるみたいな、なんか元々は多分なんか理由があったのかもしれないけど、なぜそのルールがあるのかがわからないっていうものを、割と日本の文化って、それずっと維持し続けるんですよね。 なんか金曜日になったらカレーを食べるっていうルールがあって、で、まあ別にあの、理由はないよ。食べたいから食べるだけだよならんだけど、なんか食べねばならぬみたいな。食べるのが当たり前だから、じゃあそれ食ってて、でもカレー代払わないみたいなので揉めたりみたいなのがあるんですけど、まあ仕事でよくある話なんですけど、そういう感じでその、何らかしらの条件というのが必ず誰かが残してったものが引っかかってしまって、あの、要は全体が見えてる頭のいい人が一人いると、それが避けられるんですよ。いやその、 なぜじゃあバッテリーはこういう性能でボディの底がなぜ熱いのか要は全ての決定を聞いてでもこの決定っておかしいんじゃないって突っ込める全部が理解している人っていうのがいると車の底っってて削れるるよねって思わるんですよでそれができる人ってあんまりいなくてあの、えー、でそのまあイーロン・マスクはその,クルあの車の底を削ったっていうんですけど。 例えば、昔僕、そのニコニコ動画っていうサービスやってた時に、そのニコニコ動画にあるサービスの全てを僕は理解してたんですよ。こういうサービスがあって、ユーザーこういう風に動いて、こういう、そのなんか、機能があってっていうのがあるんですけど、ただ多分今のニコニコ動画って、それ全体が理解できてる人ってあんまいないと思うんですよね。 あの、昔だとユーザーは500円を払わないと生放送はできなかったんだけど、あの、企業ですって言って登録すると500円を払わなかったとしても、あの、企業アカウントっていう形で生放送ができますとかっていう裏口ができたりとか、それはその、企業に放送してほしいよね。じゃあ、企業のアカウント作るよね。で、生放送できるようにするよね、とか、 でもそうするとじゃあユーザーから500円もらってるのと成立する、あの成立しないじゃんとか、で有名なユーザーはじゃあ企業と同じようなチャンネルアカウントを上げようとなると、え、一般ユーザーとチャンネルアカウントを持ってる個人ユーザーと法人ってどういう区別なのとかっていうのがどんどん曖昧になっちゃって、なぜこうなってるのかわからないっていうことが割と起きがちなんですよ。なので大体の会社って結構そうなるんですけど、イールを持つかそれを起こさないようにするっていう能力があるんですよ。 なので、あの、優秀だよなと思うんですけど、ただじゃあ、イーロン・マスクが、ただ、ね、別にそれって、ね、その、やろうと思えばできる人はいるんですよね、イーロン・マスク以外にも。ただ、ね、まあ、なんかその、自分がなぜこんなにこう、恵まれてるのかって考えると、なんか特殊な何かがあるんじゃないのって思い込んでしまうっていうのはあるんじゃないかなと。はい